落語院六本木は、1981年4月6日から1985年9月30日まで、富士テレビで放送されていた、落語専門の演芸番組である。放送時間は毎週火曜日、未明0時25分0時55分。世間が漫才ブームの真っただ中にあった1980年代初頭、今は若手漫才師に、 スポットが当たっているけど、そのうち若手の話家が、日本のお笑いの担い手となると考える高田文夫と、落語を愛してやまない、佐藤義和ディレクターら番組スタッフたちの願いによって、この番組は企画された。放送作家であり、タレントでもある高田は、番組の司会と構成を兼任していた。番組タイトルに、落語とあるが、実際には、寄せからの中継録画ではなく、 六本木にある俳優座劇場での公開収録だった。そのこともあり、一般の寄せ番組とは一味違う内容だった。また、司会の高田と一石交えた話し方の軽妙なトーク、そして、落語の内容を視聴者にわかりやすく解説する、と落語を幅広い層に親しんでもらえるきっかけとなった、番組となり、4年半にわたって放送された。 見えテレビでもネットされていた。2010年9月15日、この番組の映像の一部を収録した DVD3 種が、ポニーキャニオンより発売された。ABC 高田文雄高田文雄のコントも書けば、恥を書く、日本文芸者、1984年9月、205から207ページ。2021年1月23日閲覧。 横沢プロデューサーのママっ子番組落語院六本木ありがとうございます